どうも、ともハッピーです。ハレリア社長の岩田です。いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。まず最初にですね、今日大変姿勢が悪くて申し訳ないです。腰を痛めてしまって、ちょっと酔っかかってた方が安静につながるんで、これで失礼します。しかもユニフォーム忘れていつもと違うのを買ってます。従業員服ですね。はい、そうなんですよ。はい、ということでこの動画何でしたっけ。はい、ハレリアの、はい、月間の売上の報告動画となります。2024年9月、はい、早速じゃあお願いします。はい、2024年9月の、売上は MTG ポケカー合わせて8億600万円の売上となります。お、ちょっと増えたんだけど、ちょっとだけ若干です。はい、前回 7.7 億ぐらいだったそうです。はい、ズバリ言うわよ。はい、ハレリア2の大阪難波店オープンした分ぐらい売り上げがプラスになった感じでしょうかね。そうですね、はい、8月より1日日数はね、9月の方が少ない中でですけど、はい、そうです。なるほど、それを除くと横ばいっていう感じですね。そうですね、横ばい。そうですね、MTG の方が、まあ、若干下がって、はいはい、ポケカの方が上がったという感じになります。ぐんぐんポケカ状態ですかね。そこまででもない。ぐんぐん、まあまあ調子がいい。まあ、一応詳細の方を話しますと、MTG の方が5億8000万。あんま変わらず、ちょっとさ。若干 96.5% ぐらい。6点何千って言ってましたもんね。6億何千万。はい、そうですね。はい、ポケカの方が、今回が、2億3000万近い、はい、売り上げとなって。東、西で。はい、両方合わせてですね。でその新店の大阪難波店って、いつオープンしたんでしたっけ。9月の13日です。あ、中旬にオープンして、はい、で中旬から末日まででどれぐらい売れたんですか。2500万程度ぐらい、ね、オープン周期も含めて、はい、それぐらいなんで、じゃあ自力的には月に2500から3000万ぐらいの店っていう感じでスタートかなみたいな感じ、ね、なればいいかなっていう感じなんですけど、まだちょっと周知が弱くて、あと入っているビルの方が1階のテナントさんとかがまだ入っていないので、うん、ぱっと見お店にのあるビルに見えない。なるほど、新築建設中のビルとか貸し出し前のビル見える状態なんですね。はい、どっかのお店が入るって言ってましたよね。流星の嵐の鉄平さんのところがハッチ君の店出すって言ってたんだけど。あ、そうですね、出てます。はい、ハッチさんのお店はできてて、うん、であとカラオケ屋さんと、あとドラゴンスターさん、はい、とあとはコトブキ屋さん、1階がコトブキ屋さんになる。暑いですね、はい、秋葉原でいうところのドラスタさんラッシュさんビルみたいにしていきたいです ね。なので他のテナントさんが入ってくれると、うん、もう少しお客さんが入ってきやすい状況になるかなっていう感じです。レリア3大阪ナンパ店も調子よかったら積み込むっていうのもあるかもしれないですね。まあ、そうですね、はい、でもそれぐらい売れるなら、まあ収益込みとはいえ、ランニングでそのプラス収支、まあ、買い取りの比率もわかんないけど継続はできそうですね。はい、まあそれはできると思います。うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よかった、とりあえず。ただもっと、まあ売り上げがやっぱり欲しいんですけど、うん、そうですね、もちろん効率のいい通販と秋葉原の店舗の在庫を大量に移動してオープンしてるんで、はい、そこで買い取りがどれぐらい増やして全体スケールできるかっていうのが決まりですね。そうですね、はい、ありがとうございます。他にはどんな要素が。そうですね、オープンしてハレリア2の難波店がオープンして、結構予想と違った部分もありまして、はい、特に若年層といわれる小学生とか中学生のお客さんが非常に多くいらっしゃって、秋葉のハレリアでも秋葉原のカード屋としてはかなり子供のお客様とかファミリー層のお客様いらっしゃいますが、はい、大阪だともっと比率として高いって感じですか。大阪っての難波って歩いてると小学生の人とか全然いないじゃないですか。うん、本来だったら大人のお客さんばっかりかなと思ってたんですけども、うんうん、鳥店長さんが来店してたってこともあって小学生のお客さんが多かったです。オープン日ランニングの後もそうです。ランニングもそうなんですね。ランニングも比較的そうです。やっぱり YouTube のショート動画の力、それもありますね。強いですね。 TikTok も上げてるんでしょ。はい、あとポケカー のチャンネル登録者数が、まあ、5万人を超えたということで、おめでとうございます。嬉しい。最初はね、破裂リーグっていうのだけやってたんで、はい、今5万5000超えてるんで、うん、まあ、順調に育っていってる。チャンネル面白いです、見てて。あ、嬉しく思ってます。だからしかもショート頑張ってるから、やっぱり幅広いポケカのユーザーと合致してますよね。うん、そうですね、うん、まあ破裂の認知度だいぶこれで上がっていければいいかなって思ってるのと、あと素晴らしいですね、オカピーさんが、うん、
あのオカピーさん、オカピーさんって岡田くんっていう子があの、はい、そのチャンネルに出てることも多いんですけれども、ドイツにある、1800人ぐらいの大会で優勝しまして、うん、すごい。それも動画撮ってたんですか、もしかして。それはあの Vlog っていう形で動画撮らせてるんですね。まあ、大会中ね、動画撮るのはかなりね、結構勝率に影響したりとか大変ですからね、うんうん、体力的にね。で、なんかあの WCS の権利とかもあのもらったみたいな。すごい。まあ、これもなんかこのままだとなんかちょっと、うん、あの破裂の方のクロスみたいなのも考えるんじゃないけど、そういう新しい方向性もありかなとはちょっと考えたりしてますね。確かにポケカの競技も盛り上がってますからね、はい、マジックでずっとやってきたことで、うん、まだ記事サイトとか、うん、そのプロ支援っていうのはできてないから、ね、2店舗になってきて3店舗4店舗見据えていくってなると、うん、いよいよもっと直接的な業界盛り上げ支援っていうのをやった方が良さそうですね、はい、それはちょっと聞いて安心しました、うん、そういうのを考えて、はい、あのちょっと話し合い持っていこうかなと思ってますね、うん、まあ、ポケカはそういう感じですね。まあその新作とかもまあ売り上げは好調で、はいはい、あのまあ、ちょっと中身が弱いとか言われてたんですけれども、うんうん、そんな中発売してから順調に売れ続けて、ラクエ&ドラゴンなんですか。そうです。ジャケットになってるナッシーのカード自体に強烈な魅力を感じて、はい、全バージョン1枚ずつ買っちゃいました。それでデッキ作ろうと思ったんですけど、はい、ちょっとまだ作れてなくてナッシーだ、ちょっと辛いですね。あれなんかときめくんだな、あのナッシー、ね、珍しいですね。そう、なんかやっぱすぐにデッキ組んで遊べなくても好きなカードを買うことがなんか興味とか、うん、そのまた遊ぶことのきっかけになるかなと思って、うん、大人だからまあね、全部で7000円ぐらいね、アロマのお姉さん200枚買うよりいいね、うん、なんか虚しいわ後で。そうですね、アロマのお姉さんは50枚ぐらいか、あのミュウのさ、寝てるミュウ200枚ぐらい買っちゃって、買い取りちょっと関係性で買い取り色つけてもらおうプレゼントで配りきらない、プレゼント用に最適とか言って1000円ぐらいだし可愛いしとか言ってプレゼントで配りきらない配りきれないですね。あの量は。すみません、余談でした。はい、はい、まあ、なのであのポケカの方は、まあ、フレッシュパックの方も好調ということで、うん、売り上げの方も上がっていってます、うん、あとあの店頭受け取り の通販 の、うん、あの店頭受け取りの方が、まあ、過去最高件数ということで、うんうん、かなり利用者というのもすごい増えていってる感じですね。おー、たくさんのご利用ありがとうございます。ちょっとすいません、首もあんまり下がらなくて腰をかばってたら肩も辛くなっちゃって、はい、あるあるなんですよね、これはい。で、ポケカが、まあ、好調なあの形なんですけど、はい、MTG の方がちょっと少し、動きが鈍くなっておりまして、うん、まあ、それはモダンホライゾン3が出た後に新しいデッキタイプがそんなに出てないこともあって、うん、まあ、少し動きが鈍くなってきてしまってるっていうのと、うん、あとダスクモーンが前評判は結構強いっていうことで有名だったんですけど、オープンというか発売してからは、うん、結構ちょっとまあ、うん、そんなに動かないっていう感じですね。ブルームバロと逆でしたね。ブルームバロ弱いって言われてるんですけど意外と売れてくれて、まあ、やっぱカジュアル層を取れてるか取れてないかも違う感じですね。はい、そう、そういう感じになりますね。あれ良かったっすよ、岩田さん。その売り上げで言うとどんぐらい影響あったのか分かんないんで聞きたいんですけど、はい、僕ね、なんかすげえ嬉しかったことがあって、9月、はい、統率者でマナクリプトとか、はい、まあ、強力すぎるカード、はい、みんな1枚ガチの人は入れちゃうよねみたいなカードが何種類か、ね、超有名な使われてるカードが禁止になったんですよね、はい、宝石のセリアでしたっけ、あと、はい、そういうのとか禁止になって、その瞬間すげえ話題になって、まあ、ちょっとネガティブな声というか賛否両論、いろいろピノが多いのかな、多分残念みたいな、買ってせっかく揃えたのに使いまくるから、はい、もう人生一生使い倒す気だったのにみたいな人も結構いる中で、はい、それらが使える、なんなら他の禁止カードも5枚まで選んで使えちゃうスーパーエキサイティングコマンダーっていうのをハレリアがやりますって発表して、これめちゃくちゃねやった方がいいと思うジャンルのことなんですよ、はい、僕あれはもうすごい嬉しかった。スピード感を重視しても、うん、すごい、まあ、SNS 上暗くなってたんで、うん、ここに何とかしようっていうことで、うん、まあ、ちょっとその日に出してっていうことをオーダーして出しました、うん、やっぱ単一タイトル専門店で、はい、あ、岩田さんがいらっしゃるんですか。あ、そうです。すごい、ナイス、ありがとうございます。やっぱ単一タイトル専門店でその扱ってるタイトルのムードっていうのが非常に大切なんで、たくさんの方にこうご利用ご期待いただいてて、死活問題でもあるし、こっちもまあ、ムード上がった方がユーザーさんも店も、うん、トランさんもメーカーさんもね、みんないいから、なんか
以前ね、モダンが環境広くなりすぎてスタンダードと差がありすぎてなって、フロンティアっていうさ、オリジナルフォーマット、ハレリアで生み出して始めて結構貢献できたなっていうのを、はい、あの日を思い出しました。そうですね、僕もまあそれと同じような感じで、うん、あのまあスタッフ の人からもあのちょっと買い取りで、あのうちはあのなんか買い取り保証じゃないですけれども、うん、高い値段出して買いませんかっていう声とかもあったりして、うん、まあ何か出した方があのまあハレリアとしてできることをした方がいいなっていう風になって、うん、まあ、あの発表することになりました。いや、あれは嬉しかったですよ。あれは、まあ、実際ねその大会がどれぐらい経ってるのとか、どれぐらいその売り上げ買い取りに貢献があるのって言ったら、まあそこまでそれが重要っていうか、いらないよりはやった方がいいっていう感覚なんですけど、実際どうだったんですかね、効果としては。ムードは良くなったんですね。まあ、すごい、はい、ムードは良くなりました。スーパーエキサイティングコマンダーの方も、まあ、賛否みたいなのやっぱりあったりするんですけども、うん、あったんですね、やっぱりその、みんなが興味持ってくれたりとか、うん、心を、まあ、怒ったりとか笑ったりとかもそうなんですけれども、まあ、心を動かせるような施策を出すこと自体の方が重要だと思ってるんで、うんうん、まあ、でもやった人はこれはこれでバカで面白いな、うんうん、月に1回ぐらいだったらやってもいいなっていう人結構多かったんで、昔よりその、競技統率者が流行ってる中で、うん、まあ、もっと強いやつでやるっていうことですからね。そうですね。で、まあ、やりたい人が任意であくまでやるもんだし、流行りすぎなかったらカードも別に値上がらないし、 そんなに、むしろマナクリプトとか使いたいっていう人からしたら今までより安くは集まるだろうから、うんうん、それもまた一挙ですよね、はい、とにかく禁止が発表されて、ただネガティブな状態よりはそのうち何割かが賛否両論の提案にスライドできたっていうのはすごいいいことかなと。売りの方はそんなとこですか、要素としてはね。そうですね、はい、うん、買いの方はどうでした。買いの方はポケカーの方が、うん、まあ、1億7000万近く買い取りが来たので、非常にキャンペーンを打ったこともあるんですけれども、うん、やっぱり難波店オープンするんで、行ってくださいお願いしますっていうようなことを、まあ、結構書いてたら、うん、素直にね、はい、素直に書いたらお客様が持ってきていただけるようになって、うんうん、もうやハッピー言うて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、それはありがたいですね。まあ、こんだけ長年やっていろんなね、うん、アカウントがあったり、1個1店舗目開くのって本当新しいタイトル大変なんだけど、2店舗目開くときは結構やっぱ1号店の在庫とか呼びかけができるんで、うん、はい、新しい3、4ってやっていくのもいいけど、まあ、3もやってるけど、そこもね、やっぱ探求したいですよね。そうですね、その、叱るべき場所に、はい、2号店、3号店を各銘柄出していく。そういう意味で言うと、ちょっと後で話そうかと思ってたんですけど、ハレリア3が10月10日にオープンという形なんですけれども、はい、はい、ちょっと買い取りがまだまだ足りないので、オープンしてからも、まだまだ買い取りの方、頑張りますんで、どうぞ皆さん、商品持ってきていただけたらと思います。買い取る予算はもういっぱいあるんですね。いっぱいあるんですけれども、ちょっとまだ知名度が足りていないということもあって、はい、持ち込んでくださるお客様のニーズがまだ足りないっていう感じですね。一応だから言いたいことは、予算としては確保されてるんで、はい、大量に持ってったらお金足りなくて買い取ってもらえなかったよってはならない、かなりなりづらい、はい、ハレリア3も本気で在庫集めて、はい、専門店としてふさわしい形でやっていくってことですね。はい、そうですね。この動画が出る頃にはもう店頭で買い取りできますね、はい、高田の馬場で、はい、ネット買取は最初はない形ですよね、はい、ないです。多分後で、はい、後でやる予定です、ね、はい、そちらもぜひ地方の方はよろしくお願いします。よろしくお願いします。マジックの買取はどうだったんですか。マジックの方は、だいたい買取が、トータルで2億7000万なので、うんうん、まあ、25% ぐらいアップしました。先月より増えたんですね。そうですね、はい、まあ、それはまあ新作が出たということもあって、うんうん、それの周りで売り買いの方が、うんうん、まあ、ある程度だったのかなっていうところはありますね。新作出て、新作の内容次第では使おうかなって思ってたデッキとかカードとか、うん、あんまりかなみたいな感じで売ったりとか、うん、新しいの買うために売ったりとか。そうですね、うんうんうん、あとはどうですか。あとはまあ結構、まあ、ハレリア全体で買い取ります、はい、買い取りますっていうことをいっぱい言ってたので、確かにさっきから言ってるハレ2ナンバー店ハレリア3オープンのために全体で買い取りの発信すごいしてるから、マジックも伝染ムードがスタッフお客さんに伝染した可能性っていうのもありますね。ちょっとスタッフに伝染してる可能性はありますけどね、うんうんうん、確かに確かに、お客さんはそっちまで見ないもんね、別サイトまでね、はい、そうですね。
電話も盛り上がってますもんね。でさらにこの界隈では盛り上がる要素になる。そうですね、はい、動画撮ってる時点ではまだオープンしてないんですけどもたくさんの笑顔が想像できて、この瞬間ってね確実にハッピーなんですよね。はい、不安もあるけどさ、もちろん。そうですね、ただオープンしてその数日とか1週間1ヶ月経った時っていうのはそうとも限らないから、まあ、ちょっとね、経営陣もそうだし社内の敏腕スタッフたちも腕の見せ所です。はい、ハレリア3高田馬場に、10月10日オープンしましたので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。デューマ盛り上げてきます。お願いします。あとどうですか、なんか売り買い以外のトピックとしては。売り買い以外のトピックは先ほど言ったぐらいなのでもう、ですね、ないですね。全体これはあの金額もでかいんでなんか別に具体的に言わなくてもいいんですけど、あの一応ハレリアっていうのは毎月ちゃんと儲かってるんですか、会社として。はい、今回はさすがに買い取り頑張りすぎてちょっと現金的には珍しくマイナスだったりとか。あ、それも計算しましたけど、はい、大丈夫でした。はい、あ、大丈夫なんですね。はい、いやいや、まあ、あの商品が買い取って増えると、はい、その分売り上げもあの商品が増えたことによって特に通販とかが、はい、あの売り上げ上がるようになったので、うんうん、他の本を買った分あの皆様お届けできてるって感じです。うんうん、素晴らしいですね。もう年月かかってるとは本当にね、あの頼もしいメンバーや社内体制やお客さんのこう愛に恵まれ、ただ理解するだけじゃなくて結構喜ばれ盛り上げみたいなことを強く意識しながらねやってきて、すごいなんかこの年輪が頼もしく感じますね。今離れて見てちょっとね、なんか東京フェビは大丈夫なんですけど、カードンとかワンハッピーにちょっとなんか人を借りれたりとかしないですかね。いや結構もうかなり盤石だと思うんで、ハレルは今新しいお店をポンポンって出して、はい、まあそうっすか、そっか、人がいないんです。カツカツになっちゃうか、それが落ち着いたらまたそれはそれなんかするもんね。はい、俺からしてもそのビジネスの規模と利回り的に考えるとなかなかそういう提案はしづらくて、かといってそのスケール差に対して戦力差がありすぎる状態なんで、今のところビジネステクニカルなのもあるけど、カードワンハッピーについてはなんか困ってるんですよね。逆にじゃあ誰かコンサル動画出てください。僕の店に来てハレリアのナンバー社長とナンバー3ぐらいが来て、はい、店舗統括のような、まあ、中間管理職がやっぱり不足してるのかなって、まあ、どこの会社でもそうですけど、本当そうです、その現象が今起きてるのかなって、はい、傍から見てると思います。序盤はだからその自分でそこを埋めて、自分たちで埋めて、その社長副社長みたいな2人がでみんなにパスしたじゃないですか、丁寧に。2年ぐらいかけてパスしたと思うんですよね、その辺の業務って。価格とか商品管理とか、はい、ね、その時間もあまりない状況で、そうなの、あのカードンとワンハッピーがやってるからっていうのはありますよね。しかも同時並行でやってるから、そうなの。それでもまあ現場が育つのは早いと思うんだけどね、任せる分ね、スコアがなかなか出ないっていう。まあハレリアの動画なんで、ちょっとまた別の機会にコンテンツにするかも。ハレリアの社長に別のカード屋の相談してみた。よく僕もうまくいってない他のカード屋さんの相談ね、乗ったりするコンテンツとかも受けてるから、もしかしたら受けるかもしれない。そうですね、結構パターン、うん、そのふるさとに聞くみたいな。ふるさとの声を聞くみたいな。はい、ということでバランスがいいです。なんかここがうまくいってて、なんか全体でこれ1個だけやってて毎回こんな感じだったらためになるとか勉強になるみたいな興味あるっていう人はいるとは思うんだけど、はい、動画としてさ、こう毎回なんかどっしりしてんなみたいな、やっぱその甲子園決勝トーナメント行く学校だなみたいな感じが続くとあれやけど、他にもやってることであの癒しになるんで、これからも聞いてきます。はい、ハレリアのご利用いつもありがとうございま す, いますこれからもカードヤのコンテンツもいろいろ出してきます。チャンネル登録、評価、コメントお願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。いや、いいっすね、社長の挨拶。覇気がすごいな。覇気上がりましたね。あ、ありました。立場は人を育てますね、さらに。ありがとうございます。ありがとうございます。